ミントロングはポップコーンの香りがするのか。はい。どうですか。こんにちは、ノースアイ札幌森ちゃんでございます。さあ本日はクラウドファンディングにおきまして YouTuber 体験を希望されたとってもとっても楽しそうな方が来ているんです。はい、それでは紹介させていただきます。自己紹介お願いします。はい、大阪から来ましたタカピーです。はい、よろしくお願いします。タカピーさん、はい、少しお話しさせてもらったんですけども、はい、すっごくやっぱりあの話が上手な感じがするんですよ。とても、ね、で、あのお名前の、はい、くだりもすごかったんですよ。お名前誰につけてもらったと思いますか。びっくりしました。私ドリームスカムトゥルーの、中村雅人さんが30年前にラジオでつけてもらった、当時はファックスネームを、はい、ファックスでリクエストとか送る、まだ PC がそんなになかった、メールとかなかったことなので、はい、ファックスネームということでつけてもらった。すごーい、すごいですね、はい、私なんて森ちゃんはもうなんか小2、3ぐらいから勝手につけてた名前だったんで羨ましいです。すごい、はい、はい、ありがたく使っております。ということで見てくれたら嬉しいですね。ですね、はい、さあそれでは高見さんと今日はいろんな動物一緒に登場して遊んでもらいたいと思いますので、皆さん最後まで見てください。はい、それではミントロング連れてきました。みーちゃんでございます。いや、どうですか匂い。もうかぐわしい、かぐわしい、そうなんです、はい、本当に香ばしい匂いがするのがビントロングなんですよ。で、今回はあのリクエストをいただきまして、本当にビントロングはポップコーンの匂いがするのか、本当のポップコーンを食べながら検証してみました。 OK でございます。はい、実は雨の日ビントロングって結構興奮しやすいんですよ。そうなんです。なのでちょっと匂いももしかしたら立ちやすいのかもしれないです。ちょっとそれは分からないんですけれども、はい、それでは実際に触っていただいて手の匂いをまず嗅いでください。はい、どうですか。すごいめちゃくちゃポップコーンね。はい、いや、それでは一度、はい、手を拭いていただいて、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそれではポップコーン、はい、塩バターです。普通のポップコーンです。美味しいです。はい、朝買いたてですから。あ、美味しいです。朝買いたてです。はい、さあポップコーン堪能しました。そのままもう一度ビントロングのみーちゃんをですね感じて口に入れてください。どうですか。一緒です。一緒です。同じ匂いということで、はい、検証した結果ビントロングは本当に塩バターのポップコーンの香りがしました。いや、これ本当に皆さんに香りをシェアできる機能があるのだったらシェアしたいぐらいですよね。はい、はい、本当にみーちゃん、ビントロングはポップコーンの香りがするということで、これはもうその通りということでいいですね。バッチリです。はい、はい、じゃあぜひ皆さん、ノースサファリ札幌来た際はビントロングはポップコーンの香りがするのか、部屋に入っただけでも分かりますので感じ取ってくださいね。はい、もうタカピーさんがもう夢中なんですよ。撮りますよって言ってるのにもう全然話聞いてくれないぐらい夢中になっちゃってます。タカピーさん、はい、あの回ってます、はい、もう話聞いてくれないんだから。さあそれではですね、はい、あのおやつ用意させてもらったので人参リンゴあげてもらいたいと思います。でっかいですよね。大迫力。うわ、気をつけてくださいよ。はい、はい、じゃあおやつ、はい、お渡しさせていただきますので、はい、はい、ひなたくん、あー、すごい、来てる来てる来てる、大きな火が分かりますよね。あー、それ食べないで。あー、すごい、やっぱり大きいな。どうですか、間近に感じていただいて。熱を感じます。もう取られてます。タカピーさんの顔何個分ですかっていうぐらい大きいですもん。私も顔でかいんですけど。いやいや、そんなことないですよ。はい、すごい、まつげも長く、ね、どこの使ってるのって感じですよね。サロンでしょ。終わりました。いやいや、素晴らしいですよ、本当に。こんにちは。雨ですね。やですね。はい、それでは続きましてはオットセイエリアに来ました。さあ、可
京のオットセイの今こちらの岩の上に乗ってる子がソラくん、そして手前にいるのがひかりちゃんでございます。じゃあ今日はこの2頭にも遊んでもらいたいと思うんですけど、はい、実際にサインを出してサイナー体験みたいな感じで、はい、はい、楽しんでもらいたいと思います。そう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 、それではまずは挨拶しましょうか、はい、手を振ってあげてください。はい、おい、ソラいいね、いいね、手振ってくれました。もうちょっと大きく、もうちょっと大きく、ひかりちゃんが邪魔してるかね。はい、ソラソラ、そうそう、上手いいですね。さあ、とても上手です。じゃあまだまだいきますよ。さあ、この子たちはですね、南米生まれなんですけれども、もう日本にいて長いので実はお辞儀ができるようになったんです。はい、なのでお辞儀をしたらお辞儀で返してくれるはず。はい、少々お願いします。お辞儀、お辞儀してくれます。お願いします。お辞儀です、お辞儀です。お願いします。はい、ということで可愛いお辞儀してくれました。さあ、続きましては可愛いこの子たちの鳴き声出してもらいたいと思います。右手でグーの引っ張りです。お願いします。はい、素敵、素敵な鳴き声でございます。お子さんの鳴き声ってなかなか聞かないですよね。はい、楽しい、うんうんって言ってます。楽しいね、うん、OK、 もう終わる、終わらない終わらないって言ってます。さあ、まだまだ行きましょう。続きましてはこの2人の得意技、チューをしてくれます。それでは指をこうです、いきますよ、チュッ、よいしょよし、オッケー、かわいいキス出ました。濃厚でした。はい、濃厚でした。ちなみに夫婦ではありません夫婦ではありません、なってほしいんですけど、なかなかうまいことできません。すいません。さあ、それでは、ぶつけ本番でやってもらうんですけれども、ジャンプ技でございます。はい、はい、ジャンプ技、この棒に向かってオトセイちゃんが飛んできてくれます。この池の上に棒を出してもらうんですけど、高さは大体自分の腰ぐらいです。腰の高さぐらいです、はい、いいですか。では私が一度お手本を見せます。そら、はい、よいしょ。さあ、これをぶつけ本番でやっていただきます。しっかり、そうなんです、いきましょう。はい、それではお願いします。はい、せーの、はい、2本だ、もう1回行きましょう、もう1回行きましょう。いきますよ、はい、いきます、せーの、それ、よっしゃ、勝負しました、素晴らしい、ひかりちゃんもここからお願いします、よっしゃ、オッケー、はい、じゃあ、ジャンプどうでしたか。すごい衝撃がありましたか、うん、ちょっとオトセとこう一体になったような感じがしますよね、うんうん、もう私も飛び飛びでした。はい、はい、すごい飛んでましたよ、はい、どうぞ、はい、止めてあげてください。はい、よくできました、ありがとう、行きましょう、ほい、よっ、よいしょ、そら、そら、手掴みでいいですか。あ、いいですよ、全然いいなら、止めて、そら、はい、あ、止めました。さあ、いかがでしたでしょうか。もう、最高です。よかったです、はい、本当にやっぱりみーちゃんも可愛かったですし、おとせちゃんたちも俊敏に遊んでくれましたし、はい、そしてキリンのひなたくんもとっても可愛く近づいてきてくれて、はい、はい、とってもいい YouTube ができたんじゃないかなと思います。はい、はい、ぜひ皆様のコメント、そしてチャンネル登録、グッドボタンお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではぜひ皆さん、何か北海道に来る用事であったりありましたら、どんさんところ遊びに来てくれると嬉しいです。はい、ということで、ぜひまた別の動画でお会いします。今日は高見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来てください。もちろんです。ありがとうございます。では皆さん、またね。